ファイトナイスライそうだけど6戦もね、この巡礼始まって以来まだ2人、我々で5人目にやっと入ったところだね、はい、6戦走ったのは5人目ついにやったね。5戦と6戦ではね、もうランクが違うね、はい、ランクがもう5戦だと中学生ぐらいだけど、6戦はもうこれは博士号だね、博士号ノーベル平和賞だね、これはノーベル平和賞を超えていくかな。じゃあ3人で記念写真。はい、秋。いやー、本当にありがとうございます。みんなのおかげです。6000キロ。これは本当ね、自分たちで言うのもおかしいけども、もうものすごい記録だね、6000キロっていうのはね。ちょっとやそっとでは人は真似できないだろうと思います、この6000キロ。これはね、もう自分たちだけでなく、もちろんみんなのサポーター、そしてね、日本、そして世界中からのね、応援のおかげで達成できた数字ですね。もうここまでいくと、1万5000キロに今挑戦してるわけだけど、全部3分の1かっていうと違うね。6000キロ来た時点でもう3分の2は終わったなと。残り3分の1ぐらいな感じですね、気持ちとしてはね、もうここまで来たら上海、日本見ました、ありがとうございます。スーさん、一言。はい、はい、はい、本当に6000キロありがとうございます。そして皆さんお疲れ様です。本当にね、みんなのおかげでこうやって毎日、地道ですけどね、地球儀にこう点を点点点点こうして毎日過ごして、その結果6000というふうな形で達成することができました。本当にみんなの温かい、ね、支援のおかげだし、こうやって、本当にみんな手伝ってね、本当に自分のことのように手伝ってくれるみんなのおかげでこうやってやっていられます。イランがね、なんかこう本当に遠いでかい国で、なんですけども、なんかこう毎日がこうワクワクできるような、ね、そんな感じで、もうアリさんにもすごいお世話になってるし、そういった形でもう感謝いっぱいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、はい、本当に皆さんありがとうございます。本当に皆さんのおかげで6000キロ来れました。5000の頃は正直もうきついなと思って、息でもやめたいなって考えたんですけど、とりあえず6000まで行ってみようと来まして、本当に6000まで来れて嬉しいです。5000から6000の間に、生きる覚悟とやり抜く覚悟っていうのをしました。これで、1万5000キロ行けるかなと思います。本当に皆さんのおかげで走れるんで、これからもよろしくお願いします。じゃあ、一言ずつ。
じゃあ